3週間をめどに、ヒアリングを終了させたいとは思っております。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場現在の円相場はドルに対して昨日より93銭円安の1ドル106円32銭から37銭、ユーロに対しては1円86銭円安ユーロ高の1ユーロ131円31銭から33銭となっています。一方、東京株式市場日経平均株価は昨日の終値より433円18銭高い21,475円27銭、東証株価指数トピックスは 1722.68 となっています。ニュースをお伝えしました。おう、おさらか妹や弟たちを見られた。今日のゲストは俳優の笠間典夫さん。大河ドラマ獣の手の家族愛にあふれた三毛の大きい演技が記憶に新しいところですが、食べてくれるな。日の元一の嫁の字を押して何が悪か。実は銀枠デビューはポルノ映画だった。よく来た。どうぞ。どうぞ。俳優一筋およそ40年、その歩みは役柄同様波乱万丈でした。そんな風間さんの知られざる素顔をこの方が大暴露。多分今風間さんの頭の中がぐちゃぐちゃになるくらい格闘してると思うんですけども、だいぶ死に方がうまくなったな。おいさあ、いいじゃん。さらに風間さんの出世作映画蒲田行進曲の誕生秘話も明らかに。まずは風間さんの薩摩言葉でのご挨拶から番組スタートです。俺は西郷隆盛の父親岸辺を演じた風間ゴリゴと申しますでボスモスモス食べた。